皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。このシャツは今年の8月ぐらいにあの有名な超一流ブランド GU で780円ぐらいで売っていて、でなおかつそれが 50% オフの半額になっていたので、もうこれでいいやみたいな感じで、買った300円400円ぐらいで買った素敵なシャツでございます。滝沢勝成でございます。すごいよね GU ってね、本当にむちゃくちゃ安くてすごいよね。これ400円で作れって言われたら絶対嫌だもん。すごい、本当にすごい。本日はですね、皆様と一緒にコード進行を覚える方法みたいな、そんなことを勉強していこうかなと思っております。皆様アコギでもエレキギターでもジャカジャカってコード弾いてると思うんですけども、なんかこの楽譜見ながらじゃないとコードわからない、覚えられない、間違えてしまうっていう方結構いらっしゃるかと思うんですよ。そんな方に向けてですね、初心者の方でも簡単に実践できる、効果抜群コード進行の覚え方ズバババババみたいな話をさせていただきますので、よかったら参考にしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。まあ実際にレッスンでもやってる内容なんですけれども、本当に誰でもわかるのですごくおすすめの内容でございます。まずはですね、結論から申しますと、そのベース音を追うっていう方法なんですけど、追う、チェイス。どういうことかと申しますと、皆様 C コードってご存知ですかね。 C コード、こんな感じのコードじゃないですか。でこの形で覚えていると思うんですけども、もうちょっとね踏み込んでプラスアルファでね覚えてほしいことがあるんですよ。それは何かと申しますと、一番低い音はどこにあるのかということを把握していただきたいんです。 C コードだったらこんな感じの形ですけれども、この5弦の3フレット、ギターって基本的に1弦が音が高くて、どんどん6弦に向かうにつれて音が低くなるので、で C コードに関しては6弦を使わないコードなんで、一番低い音は5弦になります。他にも例えば D コードだったら、一番低い音ってどこにあるか分かりますでしょうか。 D コードは3箇所押さえるところがありますよね。で5弦も6弦も使わないコードなんで、この場合のルート、ベースって言い方するんですけども、ベースは4弦の開放になります。で、同じように G コード、わかりますでしょうか。G はこうですよね。で、こうなっていく中で、G コードは6弦の3フレット、ここがベース音になります。こんな感じで、一番低い音はどこにあるのかなっていうことをですね、このコードの形を覚えるプラスアルファでちょっと覚えていただきたいんですよね。もう一個くらいやってみましょうか。E コード。あ、もうちょっとわかりやすく E マイナーにしましょう。E コード知らないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんで。E マイナー。これなら押さえたことありますよね。どこでしょう？正解は、この6弦の開放でございます。ベベンベンベンベベンベンベン。こんな感じで、それぞれのコードの名前、形、そして一歩踏み込んで、一番低い音、ベース音、このベース音がどこにあるのかなっていうことをですね、ぜひ覚えていただきたいんです。で、これを覚えた後にさあどうするかというとですね、ストーリーを作っていくというか、なんかこうですね、ベース音がどんな動きをしていくのか、そんなことをですね、考えていただきたいんですよ。じゃあどうしようかな。ちょっと私はいつも音楽理論とかの動画で、スピッツの空も飛べるはずという曲をモチーフにすることが多いので、今回もそれに習って、チェッカーズの星屑のステージという曲を、モチーフにしていこうと思います。星屑のステージはですね、最初この Am から始まって Dm、GC で F に行って、B7 かな、で E7 で Am、 こんな感じのコード進行なんですよ。で、音楽っていうのは基本的にですね、4の倍数で進んでいくことが多いので、4区切りか8区切りか16区切りで、見ていくとすごく良いのかなという感じがします。順番に見ていってみましょう。まず Am、 どこだかわかりますか皆様。一番低い音どこだかわかりますか。ちょっとわかりづらいかもしれないんだけども、これ、6弦と思ってください。で、これ5弦。で、Am は、5弦の開放なので、まずこの5弦の開放、ここからスタートですよね。1番、じゃん、胸に頬をうずめといくんですけれども、4弦も必要か。こんな感じで。で、Dm に行くと、Dm は4弦の開放が一番低い音となります。なので、ここですね。こっち行ってあっち行く。で、その次 G、C と行くんですが、G はここでして、で、C はここです。だから、ベース音の動きとしては、こっから5弦の開放から始まったら4弦に開放がそのまま移って斜めにビヨーンと行って上に行くと、こうやって見るとね、
1から2に上に上がるのに対して3から4に上に上がると、なんかこの1本弦が上にずれてるだけだなっていうのが見えるじゃないですか。そうするとなんかさ、ぐっと身近なものになった感じがしませんか。ちょっとこれを弾いてみましょうか、一緒に。これチューニング合ってるかな。すごいなんか不安だぜ。チューナー全然関係ないですけど、皆様今こうクリップチューナーってさ、普通に当たり前に使ってるじゃないですか。これね、実はね、ここ20年くらいでね、一気に広まったんですよ。僕がギターを始めた時はまあ中学生とかだったんですけどね、こういうクリップチューナーってなかったからさ、なんかこのコルグとかボスから出てるカード型、なんかちょっと平べったい、1センチくらいの薄さのチューナーを使ってたんですけども、昔はそれしかなくてね。で、20年前ぐらいにこういうクリップタイプのものが、多分コルグだと思うんですけども、コルグのピッチフォークかなとかが発売されて、使ってみたらなんだこれ便利じゃねえかと、あっという間にクリップチューナーがもう当たり前、主流、メインストリームとなりましたよね。すごいよね、便利だよね。ちょっとギターを手にしていただいて一緒に弾いてみましょう。ベース音だけ弾いてみましょうか。まず A、 これ5弦の解放、これです。ブーン、コードさえなくてもいいです。で、その次 D に行くと、で、G、 6弦のサンフレットから5弦のサンフレット、こういう置き、ボーン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 、一緒に弾いてみましょう。5弦、4弦、6弦のサンフレット、4弦の、5弦のサンフレット、何指でもいいです。で、こんな感じ弾いてみて、慣れてきたらこの一番低い音を基準としてこのコードを作っていくと、あ、ここにこの音があるなー、 Am で、次はこれがあるから次は Dm だなーと、で、6弦のサンフレットをブンと弾いて、あ、なるほど、 G コードの時はここが一番低い音だなと、で、次は C コードに行くなと。こんな感じでこの4区切りでストーリーで見ていくと、なんかすごいグッと覚えやすくなった感じが、しませんでしょうか。で、他にもそうですね、ちょっと続きいきましょうか。次、この F コードはですね、ここからスタートするんですね、F。で、その次こっちに行って、で、こっちに行って、で、A に戻ると。だから、6弦の1フレットからスタートしたら斜めに行くわけですよ。斜めにボヨン。そしたら、6弦の解放に行って上に行くと。なんかこの上に行く動きが多いですね。なんかこの、6弦の解放から5弦の解放とか、4弦の解放からなんか、ね、5弦の解放から4弦の解放みたいな感じ。なんか上に行く動きがなんか多い気がしませんか。これでもなんか一つのヒントですよね。一緒に弾いてみましょう。6弦の1フレット。で、その時斜めに行って5弦の2フレット。で、6弦の3、6弦の解放。で、6弦の解放に行ったら、なんか元に戻るみたいな感じですよね。一番最初に戻る。振り出しに戻る。元に戻る。で、これをもう一回弾いてみましょうか。6弦の1フレット、5弦の2フレット、斜めに行きます。で、6弦の解放から5弦の解放に戻ると。で、これをコードつけると、まずこれ、F。あ、本当はこれ Bm7th flat5 だな。ちょっとコード違いますけど、B7。B7 ってコード知らなかったら、押さえなくていいです。これだけで大丈夫。で、その次 E7 っていうコードが出てきて、Am が出てくると。こんな感じでスタート地点をしっかり覚えて、このスタート地点からどんな感じで動いていくのかなっていうことをですね、ちょっとこのストーリー仕立てというかさ、物語仕立てにしていくと、なんかすごいグッと身近な感じがしますよね。で、じゃあもうちょっと違う曲にしてみましょうか。今そのスピッツの空も飛べるはずが出てきたので、やっぱりまあここはね、最近流行りの曲って言ったら、やっぱりまあジッタリンジンだと思うので、まあジッタリンジンが、有名なので最近ヒットしているので、マリーゴールドでいきましょう。パンタランタタンタンタタンタティンタタンティラタテレンティ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 ン、ハリロンタランタランタ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 ン、サビのコード進行こんな感じでございます。一緒に見ていってみましょう。マリーゴールド。マリーゴールドのこのベースオンストーリーはどんな感じで進んでいくのか。こうしようかな。メラニンスポンジ。
まず D、 これ予言の解放からスタートですよね。最初 D は予言の解放からスタートします。ここです。でん。で、今度は A コードだからこっちですね。さっきとは違って、ね、下に行くんですね。こう行くんですね。で、その次 B マイナーなのでここですね。下に行ったらちょっと横にずれる。で、F シャープマイナー、ここです。お、なんかさっきと違う、逆ですね。なんかさっき下から上に行ってましたけど、今度は上から下に行きますね。こっちに行って、こっちに行って、で、横にずれたらまた下にずれると。なるほどね。なんか階段っぽいですよね。カクカクカクつって、なんかカクカク、テトリスみたいな。なんかこういう感じですよね。テトリス、テトリスパターン。一緒に弾いてみましょう。予言の解放、ブーン。で、5弦の解放に行って、ブーン。で、5弦の2フレットに行って、ブーン。6弦の2フレットに行って、ブーン。もう一回、余計の解放、隣にいて、ごーん、カクカク。で、その次 G から行きましょう。 G に行ったら、G に行ったら D に戻ってさらに戻る。こうなんか行ったり来たりみたいな感じですね。行ったり来たりからの最後は5弦の解放に行くと。行ったり来たりからの5弦の解放、行ったり来たりからの5弦の解放、やってみましょう。ベース音だけ弾いてみます、一緒に。まず G、ここ6弦のサンフレット、ブーン。で、4弦の解放いきます、ブーン。で、また G に戻る、ブーン。で、5弦の解放にして、ブーン。もう一回いきましょう。 G、 4弦の解放で、 G、 で、これを、コードつけていくとすると、また次 G ですね。 G やって、で、その次 D で、また G 戻って、で、A に行くと。こんな感じです。どうでしょう、なんとなく言わんとすることは分かりますでしょうか。で、ここで大事なのが、ベース音おっていう意味が分かったかと思いますけれども、あとはこれをそのね、この表というかその答え見ながら弾いてるとやっぱ覚えられないので、なんとなくそのイメージがつかめたら、この図を自分の手元、その皆さんギター持ってると思うんですけども、ギターの指板上でイメージをしていくんですよね。まるでこの弾かなければいけないところが、なんかロックスミスとか、なんかギターフリックスのなんかゲームみたく、なんかこう弾くんだよみたいな感じでピカピカって光っているかのごとく、まあ光んないんだけども、光っているかのごとく、まあ実際光ったら目の病気なんですけども、まあ光っているかのごとく、光っているように見えるような心の素直な人が、光ってるように見えると思うんですよ。ん？見え、うん、見え、見。やってみましょう。まず D コード、ここからスタートですね。一緒にベース音追っていきます。自分の手元見てくださいませ。僕のあの画面見ないでください。僕の顔見ないでください。この画面見ずに一緒に心の目で、心じゃ別にあの、いや、はい、余計の解放で、その次5弦の解放、ブーンで、7、横に行くなと、で、5弦の2フレットに行って、ブーンで、6弦の2フレット、ブーンで、これそれぞれに対してコードつけていきます。最初は D コード、で、その次は A コード、で、その次は B マイナー、で、その次は F シャープマイナー、こっちに行って、で、そう行ってこっちに行ってと。実際はね、もう いろんな指使っていっぱい押さえてるところがたくさんあるんだけれども、そのいろいろ押さえている中でとりわけ一番低い音、このベース音に関してちょっとこのね、心の中で、あ、今こういう動きをしているなっていうことを感じながら弾いていただくと、より一層覚えやすくなるんじゃないかなと思っております。いかがでしょうか。で、先ほどお伝えした通り、基本的に音楽コード進行とかってね、4区切りで行くことが多い、4の倍数で行くことが多いので、こんな感じで4つずつとか、4つずつが余裕というか覚えやすかったら、コード進行がシンプルとか、意外と記憶力がいいとかで、4つでも全然余裕だよっていう方いらっしゃったら、8個に増やしてもいいと思います。ここからスタートして、こう言って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 、こっこっこうのこうみたいな感じで、こうテトリスしてからのこっこっこうのこうつって、テトリスしてからのこっこっこうのこうみたいな感じの、そういうストーリーを見ていくといいんじゃないかなというところでございます。いかがでしょうか。あとは、これはまあね、ひたすらこう慣れてしまうというところでございます。答えを見るとね、人間って覚えられないので、なんか英単語とか、歴史の年表とか、
そうあったじゃないですか。やっぱりこの答えをね、見ながら答えてるしまうと、覚えられないんですよね。けどもその赤シート、その赤いこのね、なんか透明なシートでこの答えを隠しながら英単語を覚えてたかのように、この答えが分からなくて、なんかここまで出てなきゃな、くなな、くなな、くなな、わかんない、わかんないっていう感じを悩んでる瞬間がね、あればあるほど、そしてこの、くなな、くなな、こっちだ、違ったみたいな感じの間違いをたくさんすればするほど、間違いをしなくなるというですね、進化を遂げられるので、ぜひ答えをね、見すぎないように気をつけていただけたらすごく嬉しいなというところでございます。はい。以上が、まあ、今回皆様にお伝えしたかった、コード進行を覚える方法という内容でございました。いかがだったでしょうか。まあ、もしね、これ以上知りたいこととか、ご質問とか、ご意見、ご感想ありましたらね、コメントの方にパパッと残していただけると嬉しいなと思う次第でございます。はい。よろしくお願いします。まあ、ちょっと最後に余談ですけども、ですね、人って、なんていうのかな、その覚えるのがやっぱり苦手なんですよね。これ普通にもうそういう構造になってるというか、なんかね、物事をですね、その丸暗記するのに適してない脳みその構造をしてるっていうんですよね。で、そのそれを覚えるためにはどうしたらいいかっていうとですね、そのエピソード記憶とかっていう話を前にちょっと動画の中でしましたけども、そのね、ストーリーをつけるといいんですよ。物語をつけるといいんです。なんか単純にね、その歴史の年表見たくさ、全然知らない人、会ったこともない人がさ、行ったこともないとこでさ、1970何年、なんかなんとかさんがどこでなんかお城建てたとか、なんか1970何年にどこどこさんのどこどこさんがすごい戦争したとかっていうふうに、なんかこう事実として覚えようとすると、やっぱすごいこの覚えにくいじゃないですか。その因果関係とか、びっくりした、なんかすごいなんか可愛いクマがいるだわ因果クマこっち見てるわ。因果関係がある方がそのストーリーとして覚えられるんですよね。なんか漫画とかさ、映画とかさ、アニメとかもそうじゃないですか。なんかこの登場人物がいて、でその気持ちがさあってさ、感情があってさ、その人間性の関係性があってさ、でその感情輸入してさあ、この人の気持ちわかるわ、うこいつ許せねえみたいな感じのこのね、気持ちが入った方がやっぱ覚えられるんですよ。でまあこの行動進行にもですね、まあ感情輸入をしろ、感情輸入しろというわけではございませんけれども、まあこうさっき僕がねふざけて言いましたけどね、あテトリスみたいだなとか、なんかこっち行ってこっち行って戻るんだなとか、なんかそんな感じで、なんか端的にそのこうなるんだなじゃなくて、あこういう風に見ると面白い形してるなとか、あこういう動き、なんか往復とかこういうのあるんだなとか、なんかそんな感じでこのストーリーの中にですね、自分の気持ちを当てはめることで覚えられる、覚えやすくなったりするので、ちょっとそのイメージを持っていただけるとすごく嬉しいなと思うところでございます。よろしくお願いします。はい、以上です。じゃあ終わります。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。